うもこんばんは、牛員徳川です。こちらのカメラインスタ360-1RS1 インチ360度版という非常に長いカメラの名前なんですけども、メーカーさんより、提供を受けてこのレビュー動画を制作しております。で、前回ですね、このカメラで撮影したドライブ動画をアップしましたけども、これがなかなか再生回数が渋いと。これはあれですかね、やっぱりサムネイルデザインをちょっと間違ってるんでしょうかね。非常に良い動画になってますんで、まだご覧になってない方ぜひ見ていただきたいんですよ。このカメラの性能がめちゃくちゃわかるような、動画になってると思います。普段僕ミラーレス一眼のしかもハイエンドなものを使っていろんな動画を撮影してるんですけども、それとは違ってやっぱりこれでしかできない映像表現っていうのがあるので、そこにドハマりしてる感じですね。さて、簡単にこのカメラのことを紹介しますとですね、インスタ360-1RS1 インチ360度版という長い名前の中で全部説明されているようにですね、360度カメラなんですね。はい。で、インスタ360というメーカーは、この360度カメラをたくさん作っている中国のメーカーで、まあシリーズがこう脈々と続いてるんですよ。他のメーカーと比べても圧倒的にやっぱり人気があるなと。日本では、リコーシータシリーズ、それからエレコムのオムニショットっていうのもあります。アメリカはコダックのピクスプロ SP360 シリーズ、それから GoPro Max っていうのもありました。いろんなメーカーがこの360度 VR タイプのカメラっていうのを作ってるんですけども、このインスタ360にはどうしてもかなわないなと。そういう感じですよね。で、そのインスタ360シリーズの中でもこいつは1インチセンサーを搭載したものです。その大きな1インチセンサーが裏表背中合わせに貼り付いていると。そして、それを覆ってるレンズはライカの名前が刻まれたレンズを採用しています。スーパーズミクロンとあります。 6mmF2.2 という魚眼レンズで、超広角の映像を撮影すると。で、その裏表の映像をカメラの内部でスティッチングという、まあ、縫い合わせるような処理をして、全天球の映像を作り出すというものですね。なんせその最大の特徴がですね、1インチセンサーであるということなんですよ。センサーがでかいのはやっぱり画質に直結するということですよね。僕はやっぱり車載してドライブ動画っていうのを作りたかったので、まあ、夜の暗いシーンでもできるだけいい画質が得られるものが欲しかったんですけども、これで大正解だったと思っています。まあ、ダイナミックレンジもさすが1インチということでですね、グラデーションのバンディングとかね、ノイズ感も、まあ、ないわけではないんですけども、許容範囲だなと。そして、この全天球映像を平面にこう展開した状態ですね。エクイレクタングラーって言うんですけども、このエクイレクタングラーってなんか言いたくならへん、これ。すごく言いたくなる単語じゃないですか、このエクイレクタングラーってね。だから地球儀に対する世界地図みたいな、このいう状態ですね。この状態で約 6K の解像度を持っているということです。そこから見たい部分を切り出して使うということが前提の360度カメラなんですけども、まあフル HD 程度の画質を保った状態で書き出すことができるという、まあ以前から僕は360度カメラ結構興味を持ってね、いくつか使ってきたんですけども、やっとなんかこう自分の求めるレベルまで、たどり着いてきたなという感じなんですね。だこれなら画質にうるさい僕のような、あるいはあなたのような、人間でも納得して使っていけるんじゃないかなと思っています。ではですね、ここからは撮影した映像素材を見ていきましょう。はい、これがですね、インスタ 360-1RS1 インチ360度版で撮影してきた素材を、パソコン版の専用のアプリで開いた状態です。こんな感じでですね、マウスでドラッグすると角度を自由に変えることができるし、マウスのホイールでズームなんていうこともできます。はい、見たいところを見れるという感じですよね。全部まるっと360度撮ってるから、その中から見たいところを選べると。ただまあ、魚眼レンズなんで、こういうビートルのようなね、すごく可愛いデザインの車でも、ちょっとこう変に間延びしたような、写りになってしまうというところはまあ仕方がないことなのかなと思いますけどね。では、これでちょっと再生してみます。どうですかね、この専用の編集ソフトはね、すごくよくできてます。6K の重いファイルでもいい感じに的確に解像度を落としてくれてですね、サクサクプレビューができるようになってます。なので、ここに映ってるこの画質っていうのは書き出した結果とは異なるということは先に言っておきます。で、
デフォルトの状態ではですね、このカメラのジャイロが働いている状態で再生されるので、映像は自動的に同じ方向を見続けているという状態になります。車に、ボンネットにね、固定した状態で撮ってるんですけども、車がカーブして進行方向が変わると、車のボンネットが映ったり映らなかったり、車の角度自体がこう変わってるというような感じになりますよね。太陽万歳。いやー、太陽万歳ですよ、これは。ここから大きくこう峠を回っていくんですけども、まあ僕の運転する僕の姿が今見えてますけども、ここからカーブに差し掛かっていくと見えなくなる。はい、という感じですね。向きが変わりましたよね。車の向きが変わりましたよね。だから今、朝日が昇ってきているのにすごく僕はこの感動をしてるわけですけども、この太陽をこうこの角度に置いてあげるとすごくよくわかると思います。ずっと太陽の太陽の位置は変わらずに車の位置がこのように変わっていくと、太陽が画面に映り続けているっていうのがよくわかると思います。ではですね、こちらの方向ロックというスイッチを入れてあげると今度変わりますね。今度は、地球に対してではなくてカメラの置かれている角度をずっと映し続けるという感じになります。なので今ボンネットに取り付けたカメラが、向いている方向、前向きをずっと今映してますよね。車がカーブに差し掛かったとしても、まあ、普通のカメラのように前をずっと映し続けていると。はい、マウスでこう角度を変えて今度は運転している自分の姿をこう捉えたとしても、この角度を保ったまんまずーっと、来ましたね、こういう感じになっているということですね。着いた着いた。はい、いかがでしょうか。あ、はい、矢櫃峠に到着しましたけどもね、はい、いかがでしょうか。なかなか面白くないですか。あのこういうドライブ動画って、あの素晴らしい景色のところをこう走っているとですね、あの見どころがいっぱいありすぎて困るじゃないですか。右の景色すごくいいけど左にも面白いものがあるっていうこと多々あると思うんですよ。だからこのカメラだともう360度全方向をまるっと撮っているので、後でじっくりと編集して、見せたいところを見せられるということができるわけですね。なのでこういう木の間から朝日がねキラ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 しているのもかっこいいし、目の前から迫ってくるこのワインディングロードも迫力があるみたいな感じでね、自分の見せたいタイミングで見せたいところを見せられる。そしてそれを一本の動画に書き出すことができるということができるということですね。で、このままここのね、書き出しボタンで、書き出してもいいんですけども、せっかくなので、右を写したり左を写したり、寄ってみたり引いてみたりといったアニメーションをつけてみたいですよね。はい、ということで、ここにですね、この下の方にですね、タイムラインがありますと、ここにキーフレームを打つことができるんですね。じゃあちょっと打っていきましょうか。この辺からさっきのね、この太陽がこう木の間から漏れ出すところからちょっとね作っていきたいと思いますんで、この辺陰点をちょっとこの辺に設定しておいて、綺麗。まず頭にキーフレームを打ってみます。これですね、キーフレームとしてマークと、はい、ポンと落ちます。そうすると今度このキーフレームに対していろいろ設定ができるようになってます。はい、これがパン方向で、チルト方向、はい、でこれがロールですね、はい、ズームズーム、はい、それからこの魚眼感の調整みたいなのもできます。はい、ゼロにすると結構寄ってしまうんですけども、魚眼の歪みみたいなのが極力取れた状態になるという感じですね。はい、でさらにこの上にはこうデフォルトの
なんかプリセットみたいなのがあって、デフォルト、クリスタルボール、小惑星でナチュラルビューみたいな感じでね、こういうプリセットみたいなのがありますと。でそれを、このタイムラインに沿って順番に打ち込んでいくことによって、モーションをつけていくということなんですね。ちょっとやってみますね。おお、綺麗。うおー綺麗って言い出したところから、何が綺麗なのか、何が綺麗なのかっていうところを見せるために、多分俺はこのね太陽の光が当たってやっとこう紅葉らしさみたいなのが見えたことに対して、おー綺麗って言ってるんだと思うので、ここでこの角度にしてキーフレームを打ちますと、はい、ちょっと再生するとどうなるか。綺麗、綺麗。はい、という感じで自動でアニメーションしてくれるわけですね。で、打った後からこのキーフレームの位置をこう変えることもできます。そうするともうちょっとこう滑らかにね。おお、綺麗、綺麗。やっほー。という感じでアニメーションができるわけですね。もちろんですね、今は自撮りの状態から次のコマまで、一回首を振るというようなアニメーションになってますけども、もちろんここからですね、さらに、このパンをぐるぐると回すということもできます。今 1×155.6 度ってなってますよね。こうしてあげるとどうなるか、ちょっと目回りますよ。おお、綺麗、綺麗。やっほーというようにぐる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 回るというようなアニメーションをつけることもできるわけですね。はい、でもちろんパン方向だけじゃなくて、今パン方向に 1×210.5 度ということをしましたけども、さらに、こういうこともできます、はい、ぐるぐるっと回してこうすることもできるし、さらに、魚眼感を高める、でこうするみたいなね、むちゃくちゃなアニメーションをつけていくこともできるわけですよ、ね、ちょっとありえないような。綺麗、綺麗。やっほー。はいというね、ちょっと意味のわからないこともできるということですね。まあちょっとやりすぎなのでこれは消しますけども、はい、これを、まあ、使いたいところまで一旦こう見てですね、矢櫃峠の頂上にたどり着くというところまでを撮ってるわけですけども、まあ、これを見ながら見せたいところ見せたいところでキーフレームを打って、角度を作って仕上げて書き出すというところまでを、見ていただくとこんな感じになります。おお、綺麗、綺麗。やっほー。 He's sitting on the driveway thinking about the past day. It could have gone better. It could have gone better. His father comes out with a beer. He says, son, don't you sit out here.Go get her, go get her, cause you know love's got a lot of parts from all the way. いやー、太陽万歳ですよ、これは。There's gonna be a lot of stops and starts, both good and bad this day.
当たる角度がコロ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 There's gonna be a lot of stops and starts, both good and bad mistakes. There's gonna be sun one day, and the next they'll be driving rain. Oh, but it's worth it. Love is worth it. Love is worth every drop.まぶしい。はい、いかがでしたでしょうか。なかなか良かったんじゃないかなと思いますね。やっぱりあの僕みたいに車載動画をやりたいという方にはすごくおすすめできるカメラなんじゃないかなと思います。あの元ブログとかやってる方にもすごく人気がありますよね。で、基本セットとしてこのような自撮り棒がついてきます。こんな感じで伸びるんですけども、これがですね、その表裏の映像をステッチングするときのそのつなぎ目をうまく利用してこの棒を消すという処理をしてくれるんですね。それが、誰か自分の他に別にカメラマンがいて自分のことを撮ってくれてるみたいな、その第三者視点の映像が作ることができるんですよね。それが、面白いということなんですね。はい。まあ、あの細かいスペックとかそれから価格とか、まあ、気になる方はこの下の方のリンクからぜひチェックしてみていただきたいと思うんですけども、ブラックフライデーやってるんですよね今。ブラックフライデー、もうサイバーマンデーかな、ちょっとわからないんですけども、もうこのタイミングでねだいぶ安くなってるんで、もうポチッとやってしまってもいいかもしれません。はい、これから年末、クリスマス、イルミネーションがすごく綺麗な時期ですから、はい、あの1インチセンサーで撮るとすごく綺麗な映像ができると思います。で、さらにですね、このインスタ 360R1RS1 インチ360度版の、その編集ソフトのもっと突っ込んだ使い方みたいなのもあるんですけども、もしそれが見たいという方いらっしゃったらですね、コメント欄の方にその旨書いていただければと思います。需要があるのであれば、やってみたいなと思ってるんですよね。ちょっと再生回数がちょっと渋いんでね、伸びなければもやる意味もないですしね。はい。で、この牛院徳川は自分で言うのもなんなんですけど、このインスタ360の使い方結構うまいですよ。CP プラスで登壇できるんじゃないかっていうぐらい極めてるんでね、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。See you!In the next project。 また次の動画でお会いしましょう。牛院徳川でした。バイバイ。動いてきました。やばい、この景色はやばい。